おめでとうございました。ありがとうございます。やりました。あのたくさん G1 勝っている田原さんですけれども、また格別の味じゃないですか、この G1 制覇。そうですね、今日もトップガンのためにね、もう年内まあ競争を続ける予定ですけどね、まあ他のまあで今、まあ、変な例えですけど、他のレースはもう負けてもいいから、今日だけはどうしてもこのままのために勝ちたかったんですけど、また今回は、まあ、違う作戦といいますか、後ろの方からの競馬になりました。まあたまたま、はい、いわゆるその馬を気分よく走らせることをという、はい、直線でライバルが前にと言いました。はい、外持ち出して。そうですね、もうあの阪神大賞典が楽に行った割にはね、おしまいみんな楽勝だってまあ見えたと思うんですけど、もうあのいっぱいいっぱいで時計もかなり13秒ぐらいですかね、かかってたんで、止まんないでほしいなと思ってずっとおったんですけどね。歴史に残る勝負だと思います。まあそれはねえ、まあ他の人はどう思うかもわかんないですけど、まあ、僕の中でやっぱり思い出深い一つのレースになりました。応援してくれたファンの方に一言。そうですね、あのトップガン、あのずっと応援してまた今回トップガンを支持していただいたファンの方々、本当にありがとうございました。そういういろんなこと言われましたけど、弱い字は3つも勝ってんだけどフロックだとかいろいろ言われたんですけどね、今日はもう今日の勝利でそういうトップガンファンの人の気持ちも晴れたんじゃないかなと思う。本当に応援ありがとうございました。おめでとうございました。田原ジョッキーでした。